堂ヶ島の代表的な気象の一つ、堂ヶ島天窓堂。昭和10年に天然記念物に指定された海食洞窟だ。洞窟は幅も広く、長さは147メートルにも達する。洞窟中央は天井に開いた丸い穴から光が差し込み、海面がエメラルド色に輝くという幻想的な眺めを作っている。遊覧船の航路としても人気のスポットだ。